任せてもらおう。くらえ。言われると余計に気になるだろう。後ろから。突き飛ばされただけで大事は裾が。主、見たか。転んだ拍子にはだけた裾の奥を見たかと聞いている。わざとらしく目をそらしてないか。そんなことだと。私を恥ずかしめておいてそんなことで済ませるつもり。銃の使用の許可をくれるか。ここからなら一撃で仕留めてみせる。有事に備えていると言っただろう。ただこの衣装を着ている時は銃の使用は厳禁。それは理解した上で問う。使っていいか主。主のそういうところが気に入っている。狙いは外さん。本当に本当にありがとうございました。なんとか無事に退治できたな主。しかし銃を使ったからには帰ったら副司令に怒られるだろうな。さすがに硝煙の匂いはごまかせんだろう。いいのか。なんだ、本当に見てもないし気づいてなかったのか。つまりな、裾が開いてるとはいえ、ほらここ太ももの上の部分は隠れるから短銃くらいは縛り付けておけるんだ。ああ、これも暗記。あ、主、白昼堂々不女子の足を覗き込むとは何事か。言い訳までするとは、許しがたい、許しがたいが、かばってくれるというならこの程度のことは水に流し礼をすべきなのだろうな。なーに、主をねぎらいたいだけだ。私から主に心地よい風を送ってやろう。そうだな、ちょっと痛いかもしれん。だがまあ大丈夫だろう。